皆さんどうもこんにちは、たあゆです。いつもお世話になっております。皆様にご報告がございます。なんとですね、この度チャンネル登録者5000人突破いたしました。本当にありがとうございます。これも皆様のおかげだと言って過言ではございません。本当にありがとうございます。感謝感激大歓喜。これは日々皆様が僕の動画に高評価ボタンであったり温かいコメントの数々で成り立っているチャンネルだと思っているので、このチャンネルは皆様が築き上げたと言って過言ではございません。本当にありがとうございます。僕にとって救いにもなりました。今ではもうそのコメントの数は僕の宝物になりつつあります。本当にありがとうございます。これからも末永くよろしくお願いします。まさかこんな僕が5000人も行くとも思っていなかったので、なんかちょっと動揺しますねありがとうございます。何回ありがとうって言うんですかね。そして今更なんですけれども、まだ自己紹介をしたことがなくて、これからちょっとしていこうと思います。僕の生年月日は1992年3月9日、平成4年ですね。同年代は平成3年生まれ、ちょっと早生まれでちょっと得してるのかなって、1年だけ軽い自己紹介は大体この辺で切り上げたいと思います。先日なんか Twitter の DM とか動画のコメント欄でも質問コーナーをやってくれ、やっちゃえよっていう声が多々あったので、今回質問コーナーを企画してみました。どれだっけ、暫定的に今から答えていきます。できるだけ正確な身長体重を教えてください。なかなか僕にとってはヘビーな内容です僕なんかそんな体格にあまり恵まれていなくて、身長が 166.8 しかありません。6、7、8、9、10、あとね 3.2 センチ欲しかったです。170にはやっぱね欲しかったですわ。で体重は54キロ、一番ねやつれてる時でね49キロ。仕事が忙しすぎてお酒は飲むのですか？僕はお酒飲みません。本当にお酒が弱くて、もうねほろ酔い2缶飲んだら死にます。好きな食べ物ありますか？もうこれは簡単に言えますね、任せてください。ラーメン、親子丼、カツ丼。苦手な食べ物は何ですか？僕は本当に食べれないなと思ったのがレバーですね。レバーはね、まあレバー好きな人からしたら美味しいんだろうけど、僕はダメでした。最初初めてレバー食った時こう思いましたもん。肉腐ってんじゃねえかなってこれは本当にね、全国のレバー好きさん本当にすみません、僕はダメでした。今の仕事をしたいと思った理由、志すきっかけ、これはですね、やっぱり僕は第二次世界大戦とか戦争したきっかけ、そういうのを追ってったら日本人すげえなーってなって、戦時中を経験してる世代を今一番こう感じられる職業って一体なんだろうと思ったら、なんか必然的に介護職にたどり着きました。詳しく言うと結構動画の尺長くなっちゃうので、ぜひこちらの動画でいっぱい言ってるんで、よかったら見てってください。結婚願望はありますか？結婚願望か、昔は人並みにあったんですけど、今なんか別にかなって。好きなブランドはありますか？島村、ユニクロ、GU。なんかね服は別にこだわりないですね。パッと見てあこれいいと思ったら何でも買っちゃうタイプです。家賃はいくらですか？41,000円です。彼女はいますか？1億円当たったら、これねずっと夢に見てるんですよ。駐車場用の土地を3つぐらい買って、駐車場を完全完備、自動的にお金が入ってくるような環境をまず作って、お金に絶対困らないようにする。まあね当たんないんですけどね。長期の休みができたらどこに行きたいですか？奈良もう一回行きたいですね。高校2年生の頃の修学旅行以来行ったことないんで、もう一回行きたいです。鹿麺濃かったですあれ。今一番欲しいものは何ですか？今一番欲しいもの、金と権力。甘いものは苦手なんですか？いや僕結構甘党です。あんこ、白あん、チョコレート、夏場だとバルもいっぱい食べてます、風呂上がりとか。料理はどこで覚えましたか？これは僕が小学校低学年ぐらいの頃ですね。ある日親が、が死んだらあんた何にもできない大人になるでしょ、だったら今からできるようにちょくちょくやっていこうってなって、カレーライスとかいろいろ作らされました。それが多分原点ですかね。
あ、確かにあの時習ったことが今になって役立ってるのかなって、その辺は本当に感謝です。お母さんありがとうこれね、うちの親も見てるんですよこの動画。どうしよう。どんな施設形態ですか？有料老人ホーム、犬と猫どっち派ですか？僕は断然犬です。猫ね、なんかばあちゃん家にいたんですけど、目合うと食って、こんな目で食って迫ってくるんですよ。こうやってなんか狙ってるような、あれからなんか猫怖くてダメですね。うん。目先登録者何万人が目標、今現時点で7000人近く登録してくださってるので、目標値はとりあえず1万人を目指しています。来るかな。これから動画でどんなことに挑戦していきたいですか？いやー、これ特に挑戦ってわけじゃないんですけれども、まあ今後と変わらない日常動画をずっと死ぬまで上げれたらいいなーって思ってます。ストレス発散方法は何ですか？僕これほんとなくて、ストレス溜まった時っていつもとりあえず寝るんですよ。そしてやっぱり一番のね、ストレス解消法っていうのが、湯船に20分ぐらいこうやって浸かるんですよ。こうやってそして汗だらだらかくまでこうやってひたすら入ったら、ストレス全部抜ける感じがします。一人行動が好きですか？もう一人行動大好きですね。ゲームとかやるにしても一人プレイしかやらないですね。確かにみんなでやる方が面白いんですけれども、行動に制限がつく感じしません？一人だったら好き勝手できるんで、もう断然僕は一人プレイです。最近の贅沢をしたことは何ですか？これはピザハットで僕の一番大好きな厚切りテリヤキチキンの L サイズを一人で頬張って食べたことです。今まで経験した仕事は何ですか？正直介護以外本当にやったことがないんですよね。好きなゲームはありますか？僕はプレイステーション4で昔ハマってたのがダークソウルですね。最近だったら逆転オセロニア、オセロニアやってる人フレンドになりましょう。好きな女性のタイプは、そうだな、20代の釈由美子家族動画が楽しかったのでまたアップしてください。ちょっと今度お願いしてみます。もし介護の仕事じゃなかったらどんな職業の仕事をしていましたか？僕高校3年生の頃、飛行場のなんか裏方の仕事をやりたくて、荷物を運んだりとか、これを親に「俺やりたいんだ」って言ったら「無理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 、お前じゃ無理無理無理」とか言われて、まあ反対されたわけですよ。それで介護専門学校に行きましたね。好きな歌手はいますか？ブルーエンカウントとか、ああいう系が好きです。介護職1年目の初任給はいくらもらえてましたか？僕は最初13万2000円でした。うわ、これでどうすんのって、お先が見えませんでしたね。未来が見えなかった一人暮らしを始めて何年目ですか？4年目です。貯金はいくらありますか？ヘビーだなこちら28歳で50万ってちょっとやばいのかな。結構頑張ったんですよ頑張りを認めてください。とりあえず目標値は100万ぐらいいきたいです、はい、よし、じゃあ今日はこの辺で切り上げたいと思います。この度本当にチャンネル登録者1000人、まあ現時点では7000人、本当にありがとうございました。これからも末永くよろしくお願いします。めっちゃ生きる、違う、めっちゃ強く生きる、たあゆでございました。じゃあご視聴ありがとうございました。またね。